突然ですが、だらっと書くと雑談チャンネルのお時間です。本日も何かしながらお聞きください。おすすめは、めいっこの作った画像を眺めながらかな。雷神裏番長、金原正則選手による雷神33の勝敗予想になります。3試合分のみやらせていただきます。まず、萩原恭平選手 VS、鈴木宏明選手、怪物くん。金原さん、俺多分、怪物くん勝っちゃうんじゃないかと思う。 怪物君の方が強いと思うストライキングだけで考えたら怪物くんになると思うし萩原選手は MMA のスキルがそんなに高い選手じゃない自分より打撃が強い選手が来た時に柔術家の岩崎正弘さんに習っていると言っても組で勝負しようとした時に結局ストライカーありきのグラップリングでテイクダウンを切る練習がメインになってしまう。テイクダウンに合わせて何かをしたり そこから逃げる練習そこで次自分からテイクダウンを取れましたとなってもそこからフィニッシュにまでつなげられる想像ができないしかも怪物君体が強いのでしっかりテイクダウンの対応もできると思うそうするとどうしてもストライキング勝負になってくる本当に萩原選手まあ何にも考えてない気はするけどよくこのカード受けたなとは思った 俺がマネージャーだったら受けさせないと。そして気になること。萩原京平選手は当初、ドミネーター選手に対戦要求してましたが、そのことについて金原さん。ドミネーターに断られて、点点点。ドミネーター多分、あれだからね。あれだから多分ないんだろうなっていうのは思ってたけども、と。これどういうことですかねこのあれというのは。怪我してるってことなんですかね業界ではもう有名みたいな。 で、金原さん、厳しめのマッチメイク。なので、萩原くん、ここでしっかり勝てたら来年につながると思うんで、そしたら、俺の出番と同じ階級ですのでね、笑っておりましたが、まんざらでもないような感じでもありました。しかしながら、金原さんの見立てでは、かなりの力の差があるようなイーブリーでしたね。そして、ドミネーター選手のあれとは昔、火曜日やってたサザエさんの曲で言うと、タラちゃん、ちょっとあれとって、とありましたので、それで言うと、お皿。 ですかねはいなので膝のお皿をやってしまったかもしれないとちょっとあれとってーじゃなくてちょっとそれとってーだったっけまあどっちでもいいですねそこはやっぱ怪我でしょうか気になりますねそして朝倉未来選手 VS 斎藤豊選手金原さんこれは知らなかったこのマッチメイクは俺もびっくりしたでも俺的にはクレベル斎藤の方が見たかったとでもそうなると未来誰とやるのってなっちゃう あくまでもミクルありきのカードでしょうがないマッチメイク前回とは違う展開にはなると思う前回は朝倉ミクルの勝ちだと思ってたミクルが前回の萩原戦の時のようにテイクダウン行くとは思えないし逆に斎藤からしたらもしテイクダウンに来てくれたらラッキーと思うような展開今回はミクルがどう戦うかによって変わってくると思う斎藤は淡々とやることをやる クルは前回の反省点などをどう生かすかどんなスキルを見せるかここはもう一丁クルだと思うということで朝倉クル選手の勝利予想とそしてホベルト・サトシ・ソウザ選手 VS 八千悠介選手金原さん「サトシと八千くんか厳しいでしょう」と 確かに、ヤチくん去年より強くなったと思うし、持ってるものの自信など別人だと思いますけど、厳しいでしょうと、もう笑うしかないといった感じです。勝ってほしいのはヤチくんだけど、でも、サトシだろうな。サトシは住む世界がちょっと違いすぎる。サトシは海外での方が見たい選手の一人。ヤチくんはグスタポの方が良かった。グスタポと。で、ヤチくんぐらいだったら対戦相手絶対選べると思う中、 リベンジがテーマの今大会で大原樹里じゃなくて佐藤氏。本人は自信がなきゃ受けないしね。ヤチくんにまだタイトルマッチは早いと言ってる声も見かけたけど、武田氷選手に勝って、河野店長祐樹選手に勝ってるから、実質日本人のトップはヤチくんだからね。一番上と。前回何もできなかったけど、今回もそうなっちゃう可能性は全然あるけど、前戦してほしい。ノリでやってない今のヤチくんに期待して、 里氏に全ベッドとはいここもね笑っておりました金原さん前回八千選手にセコンドについてもらっているし言いづらいこともあるでしょうと思っていたら全然そんなことなさそうでしたでここで私事なんですがどうやら風邪をひいていたようで今は大丈夫なんですが前日作ったものを翌朝録音というルーティーンで毎日やらせていただいておりましてさらに昨日は目いっ子も起きてましたので 今日お休みしようかと思ったんですが、やはり試合たくさんね、昨日ありましたので、これだけはやっておかないと、明日以降、ぎゅうぎゅうになってしまうんで、で昨日具合悪く、早く寝たおかげで、今朝はいつもより1時間前に起きましたので、ちょっとどこまでできるか分かりませんが、お付き合いいただければと思っております。しかも、おとといの試合結果もね、昨日体調の限界がきてやらなかったので、それらも含めてやらせていただきます。まずは土曜日、ディープジュエルズですね。 系統ロータス選手、ラウンドガールより美人という声も多く上がっておりましたが、ここまで2連敗となっておりましたので、何としても勝ちたいところ。対戦相手は萩原恭平選手と同門の栗山葵選手。タトゥーも胸や足などに萩原町に入っております。建設現場で働く現場女子で、こちらも一つ前の試合は杉山静香選手に負けを喫しているので、今回は現場だけに勝って足場を固めたいところ。 だったんですが結果は判定3-0でケイト・ロータス選手が競り勝ち連敗脱出成功いたしました続きまして先日ライジン沖縄大会に出場しその後自分と食事に行ける権利を確か2万円で販売し少し話題になっていた関原翔選手を夫に持つ古瀬瑞希選手格闘代理戦争で注目を集めましたね対戦相手は この経歴って日本で唯一なんじゃないかと思うのですが、元柔術家で、元キャバ嬢で、さらに YouTuber で、さらにコスプレイヤーとしても活躍し、平日はプログラマーとして働く、全部乗せといった感じの村上綾選手。私でもこうやって色々できる人って、まあ本当すごいと思いますよ。で、結果は古瀬選手がうまくダメージを与えたところもあったのですが、村上選手が2ラウンド残り2秒を残し、アームバーで勝利。 勝利後のツイートは、1ラウンド、腕十字でなんとか勝つことができました。打撃まだまだなんで、もっと練習頑張ります。練習してくれた皆様、応援してくださった皆様、対戦してくださった古瀬さん、ありがとうございました。です。古瀬瑞稀選手は勝ちからここのところを遠ざかっておりますね。しかし、試合後、まだ諦めないといった内容のツイートをしております。そして説明不要、キングレーナ選手 VS 元自衛隊員の t a 選手。 で、キングレーナー選手、お肉を食べないヴィーガンを公表しているのですが、木村フィリップミノル選手のドーピング疑惑同様、確証のないところではあるのですが、先日、K1 大阪大会で拓樹選手に勝利した大沢文也選手がアメブロでこのような文章を投稿したりもしております。タイトルは、どう考えてもヴィーガンの人の体型ではないというもので、おいっす、毎日お肉食べまくってる、どうも俺です。毎日デブエット、止まらないデブエット。 そんなデブエットの話ですが、過去に3度の軽量オーバーをしたキングレーナとしまして、キングレーナ選手の軽量時の写真を添付しているんですが、ツイッターで流れてきたのですが、どうやら1 2キロアンダーで軽量パスとのこと。おお、素晴らしい、拍手拍手。軽量パスって当たり前のことなんだけどね、笑い。しかし、度重なる軽量オーバーで、軽量オーバーも無有病のせいにするキングレーナ。そんなキングレーナが1 2キロのアンダーで軽量パスした。 これは拍手です当たり前のことですが拍手ですキングレーナの場合は試合勝つことより軽量パスする方がおめでとうって思えます今回の減量はビーガンにしたおかげなのではビーガンんビーガンこれビーガンの人の体型これぞビーガンビーガンになった人はこのような体になれるのかナイスビーガンこれぞビーガンの体俺からしたら家系の人の体でしょう ビーガン体型ではなく家系体系だと思うんだけどな味濃いめ油マシマシってことでキングレーナと対戦する相手選手を心から応援しますガンバです押すとで結果はこちらも1ラウンド残りわずか5秒を残しての圧巻のアームバーでキングレーナ選手の勝利マイクでは涙ながらにこれまで減量がうまくいかず迷惑をかけてしまったことを話しあとは感謝の気持ち最後は キングレーナロードまたスタートするんでみんなついてこいよと絶叫して締めましたちなみにこちらは大沢文也選手の話にまた戻ってしまうのですがこのような k 1選手あるあるも投稿しておりますインスタで可愛いい女の子からフォロー来てテンション上がってフォローしてる人を見ると必ずタケルをフォローしててそれで上がったテンションが通常のテンションに戻る。 月に何回かは必ずある現象ですとでこれに対して武尊選手本人がいいねをしております続きましてパンクラス325いきましょう夜はクラブ新木場アゲハとしても有名だったスタジオコーストのラスト工業 まずは、甲状人体骨化症という難病指定されている病にあるということを告白し、ご自身でもそのせいで普通の人より首なんですが、衝撃で全身麻痺などにもなりやすいとお医者さんに言われたと言っておりましたので、私も大変心配しておりましたが、金太郎選手と同じジムの先輩、北方大地選手のタイトル初防衛戦。 この試合が決まった時点でもうチケット取りましたと過去コメントつけていただいた方もいらっしゃいましたが対戦相手は伊藤空也選手などと同じ長野県出身ということで私のお父さんの田舎でもあるのでそれだけでももう応援したくなるフィジカルの強さが武器の宮沢優太選手試合は3ラウンドケージ際の殴り合いで北方選手がパンチを効かせダウンしたところ追撃の鉄追でレフェリーが割って入り北方選手 TKO 勝利 で、試合後、お子さんたちを抱きしめ、目には涙。しかし、泣いてないですと語り、難病以降、支えてくれた人たちへの感謝も述べました。感動です。で、試合を決めた鉄追連打のラストの一撃が止めに入ったレフェリーにもね、入ってしまい、その後、北方選手はツイッターで後頭部打っちゃってごめんなさいと投稿しております。そして、今のがセミメインで、こちらがメイン。 ライジンでの武田浩二選手戦以来となるライト級世紀王者の久米隆介選手武田浩二選手に敗戦した後の涙ながらの試合後のインタビューには大変心打たれましたね対するは1 8 4センチと長身試合になると恐怖がなくなるのが僕の特徴と語る暫定王者の最下ヤンボウ達也選手王座統一戦になります試合は1ラウンドヤンボウ選手が久米選手からダウンを奪い慶応寸前まで追い込む 2ラウンド、ケージ際の攻防。久米選手がヤンボウ選手の左腕を絞り上げ、それでもタップしないヤンボウ選手。ブリッジで何とかしようとするんですが、久米選手、そこからさらに絞り上げ、ここでたまらずヤンボウ選手、タップで久米選手の3度目のタイトル防衛となりました。久米選手、試合後のツイートは、彩花選手との統一戦、勝利することができました。彩花選手、本当に素晴らしい選手でした。 彩花選手、この統一戦を組んでくださったパンクラス関係者様、日頃から支えてくださる皆様に心から感謝いたします。消耗のため、皆様へのご挨拶遅くなっていること、ご容赦くださいませ。 でさらにこの会場には先日シュートでベルトを争って勝利したサラミ選手と負けた黒部美奈選手も偶然来ておりそこで出会い一緒に写った写真を黒部選手がツイッターに添付して投稿しているのですがコメントは「ここであったが36日目」「新木場スタジオコースト」なのですが黒部選手が拳を握ったポーズでサラミ選手がピースなのでコメント欄に「じゃんけんでは勝っとるやん」というのがついておりました。 そして元キングオブパンクラシスト石渡慎太郎塾長はこのようなツイートしております。パンクラスのタイトルマッチ見ると寂しい気持ちになる。もう戻れない最高の時間だった。選手たちが後悔ないよう一生懸命指導しますと。そして昨日はディープもありましたね。しかしその前にシュートで活躍していて全チャンピオンでもあった川名選手が店長を務める 北海シャブシャブ湘南富士沢店からのツイートをご覧くださいまあ川名店長優樹選手がご自分で作ってる文章だと思うのですが川名店長優樹ディープ参戦キャンペーン本日より年末までの期間にディープファンですの合言葉で飲み放題無料キャンペーンただし食べ放題か北海しゃぶしゃぶ鍋セット注文時のみとぜひこの機会に北海しゃぶしゃぶ湘南藤沢店にお越しくださいとすると笹原圭一さんがこれを引用リツイートしまして ディープファンじゃなくても、とりあえずディープファンですと言えば大丈夫よと N のさんが邪悪な顔をしてつぶやいてましたと N のさんは笹原さんと一緒に働くスタッフの人で、えー、まあ身内ネタっていう感じですね。で、北海シャブシャブ湘南藤沢店公式ツイートはこれを引よりツイートしてディ,ディープファンですの一言で邪悪な顔をしていても飲み放題無料です。かっこ笑い。食べ放題か北海シャブシャブ鍋セット注文時のみと。で、さらに 川名店長、勇気選手がこれらのやり取りを引用リツイートしまして、ディープに参戦することになりました。来年にはディープのベルトを取りに行くぞ、まだまだ、俺はやれると。はいこれは結構驚きでしたが、このようなニュースも入ってきております。もちろんん昨日の大会にははままだ出場はしておりませんが で、そちらの方いきますと、1、2試合目に朝倉未来1年チャレンジの西谷選手と広谷選手が出場しており、西谷選手は3対0で判定負け、広谷選手は3対0で判定勝ちしております。で、こちらはピックアップで2試合だけ。まずは、来陣で堀江義則選手とも対戦しましたが、現在2連敗中となる関哲也選手、VS ビッグマウス、ここまで3戦全勝、しかもすべてフィニッシュしてきている山本歩夢選手。 山本選手は前日計量後の食事が前代未聞でして、ツイッターです、牛丼と焼肉食ってビビってたけど、水抜き当日1キロのみで済んだ。 今から、二郎でリカバリーと。で、一般の方がですね、ジロ郎大丈夫なんでしょうか笑い。知り合いがジロリアンなんですが、それでも食べた後、腹がピーになると言ってたんでと。山本選手、それに対してリカバリーとかに関しては無知なんでわからないですが、そもそもジローって体に悪そうですよねと。これはもちろんね、ラーメン二郎のことだと思うんですが。 で私、入院してた時に、腸の手術して、退院した後その足で中華料理屋で麻婆豆腐食べて、またすぐ病院運ばれてきた患者さん、昔いましたよってね、看護婦さんが話してたのをね、えー、これで思い出しましたが、本当に大丈夫なんでしょうか試合の方は序盤、勢いよく攻めた山本選手でしたが、関選手が冷静に対処。山本選手のシングルレッグを切り、そこからバックに回り、腕ひしぎ、三角固め。 つまり腕ひしぎのように腕を取り足を相手の首に絡めるような格好ですね。で、山本選手たまらずタップ。関選手は連敗脱出となりました。試合後のツイートは取り急ぎ、報告、勝ちました。で、するとそれを一緒に練習している井上直樹選手が引用リツイートしてよくやった、お疲れ様でしたとコメント書いて投稿。さらにそれを関選手が引用リツイートし大晦日まで地獄見したると。 これは練習でって意味だと思いますさらに米印で注釈が入り僕は4つ年上ですとはい井上直樹選手が関選手の減量中にわざと真横で水を一気飲みしたりと井上直樹選手が関哲也選手のことをいじる姿はたびたび見かけますこれぞ地獄のエンジェルといったところでしょうかそして負けた山本選手は練習よりバーベルを何キロ上げれるかとかに力を入れておりましたのでこのようなツイートしております 関哲也選手に乾杯、イクメンファイターで尊敬してます。そして自分のポテンシャルの限界が見えた。僕は天才ではなく凡人でした。今日だけは周りの意見素直に聞くからアドバイスくださいと。で、さらにですね、試合に負けて悔しいわけではなく、練習せずに自分の素の力での挑戦がここで終わったのが悔しい。過信だった。 負けて気づくのってダサいし、応援してくれた方々に申し訳ないけど、ここからは拳直して、練習もして、プロ格闘家として帰ってきます。こんな僕に期待してくれる方が一人でもいれば嬉しいです。と、さらに一般の方から、負けたのは二郎のせいですよ、というようなコメントもついておりました。そして、ここですよ、メイン。牛くん。斎藤豊選手に勝利し、ライジンのチャンピオンにもなった牛久潤太郎選手 vs、VS 大沢健二さんが勝利予想していたパラエストラ柏の神田耕也選手当チャンネル的に言うとどこかのコメント欄で見た神田耕也選手黒ギャル好きそうっすねでおなじみのあの神田耕也選手になりますねはい、どのなんだっていう感じなんですが勝手な偏見なんですが見た目のイメージからですかね実際のところはわかりません試合は判定になりまして4対1で牛久潤太郎選手の勝利 怪我しししていいるとううう噂もありまたたがどうだったんでしょうかこれで神田耕也選手が勝利すればさらに混迷を極めるフェザー級になったのですが王者がベルトを死守勝利後のマイクは「来陣でベルトを取るとどうしてもそちらに目が行きがちになるのですが僕は第10代ディープフェザー級チャンピオンですこれからもディープのフェザー級の代表として大舞台で活躍していきますので応援よろしくお願いします」です。 でそしてその後ライジンの大晦日大会への出場を聞かれた牛久選手は、ですねないですね、僕も人間なんでと答えております。はい、そして UFC もありましたね、昨日は本当にどうかしてましたね。で、こちらもやればきりがないので、2試合だけ、他の気になるところ、名前のある選手で言えば、バンタム級、ション・オマリー選手、慶応勝ち。 フライ級コーディ・ガーブラント選手、カイカラ・フランス選手に TK を負け。で、ここです。UFC 史上最大の番狂わせと言ってもいいのかな。男子にも勝てると思われていたミーシャ・テイト選手やロンダ・ラウジー選手らを破って以来、ここまで12連勝と帝国を築いていたアマンダ・ヌメス選手。対するペーニャ選手は2013年のタフの優勝者で、連勝で言えば2つ前の試合に負けているので、まだ1。 1>, 1ラウンドはヌメス選手が有利に追え、2ラウンド、ジャブの打ち合いでペーニャ選手が何度も当てる。さらにそこから銅に組みつき、テイクダウンに成功。そこから立とうとするヌメス選手のバックをつき、チョーク。この時、亀のような格好になっているのですが、アマンダ・ヌメス選手、なんとここでタップ。試合後、レフェリーがペーニャ選手の手を挙げると、アマンダ・ヌメス選手も拍手し、健闘をたたえるといった場面も。そしてその後、ジャン・斉藤さん、ツイッターで、 ヌメスまさかの敗北女子 MMA 史上最大のアップセットオッズが大変なことになっていたはず点点点となのでベッドチャンネルという海外ブックメーカーサイトを除いたところアマンダ・ヌメス選手のラウンド内決着で勝つが1.41倍アマンダ・ヌメス選手判定で勝利が4.38倍 で、ここですね。ペーニャ選手のラウンド内決着が17.23倍。で、ペーニャ選手判定で勝利が19.48倍となっておりました。このサイト1万ドルまでかけれるので、単純計算で100万円かけたら、1700万円になっていたということなんですが、試合前にはね、これ怖くていけないですね。結果わかってるから言える妄想ですね。 そしてメインのライト級タイトルマッチは、ブラジルの貧民街ファベーラ出身の現王者、チャールズ・オリベイラ選手。略してチャル・オリ選手ですね。VS 元王者。喧嘩で高校も1年で中退している激闘王、ダスティン・ポイエ選手。直近ではコナー・マクレガー選手に2連勝しておりますね。1ラウンド、ポイエ選手のパンチがいくつもヒットし、オリベイラ選手はダウンする場面も。しかし、すぐ立ち、前へ出続けるオリベイラ選手。 2ラウンドすぐに距離を詰めるオリベイラ選手。得意の柔術で攻めるオリベイラ選手に、ダスティン・ポイエ選手は打撃で応戦。3ラウンド目もチャールズ・オリベイラ選手がすぐに距離を詰めて組みつき、そこからバックへ回り、飛びついてチョーク。おぶさったまま締め上げ、そのまま一本勝ちとなり、初の防衛戦成功。連勝を10に伸ばしました。しかしながら、ダスティン・ポイエ選手は、 また、チョークで負けてしまった、悲しいとインタビューに答えるも、チャールズ・オリベイラ選手の地元の町の慈善団体に2万ドルを寄付したというニュースも上がってきております。なので、私からも言わせていただきます。おい、ダスティン・ポイエ、お前、男だ。はい、一応やっておきました。えちなみにですね、以前、チョークで負けた相手は、ぬるまごめドフ選手になりますね。で、勝利したチャールズ・オリベイラ選手の試合後のツイートは、 直訳になりますが、チャンピオンはここにあります。みんな大好き。手助けありがとう。ここのチャンピオン。私はあなたを愛しています。群衆に感謝します。群衆ってっていう感じなんですが。 で、昨日は本当に行かれてるんで、まあ誰の頭が行かれているかは不明なんですが、ボクシングもね、熱い試合がありまして、しかしながらね、そっちはちょっと軽くやらせていただきます。まず、井上直也選手も団体統一のために意識しているノニトドネア選手、こちらは暫定王者のフィリピンのガバリョ選手を4ラウンドに左ボディで沈め、KO 勝ちしております。試合後のマイクは、目標は統一です。 左フックを警戒しているのがよく分かったでも手加減しなかった陣営からボディを打てと言われていた序盤から狙っていたが4ラウンドで決まったとで井上尚弥選手はツイッターでその後期待が膨らむドネア2まずはあさっての試合に集中ドネア2は必ず実現させると残しておりますでさらに3団体統一王者のロマチェンコ選手の試合もありましてえい、ー、勝った勝ったもう勝ったよ はいすごいね雑になってきておりますが、えー、対戦相手はですね元 IBF 世界ライト級王者で KO 率81%を誇るリチャード・コミー選手だったんですがロマチェンコ選手強さを見せましてダウンを含む判定3 0で圧勝いたしましたそしてこれだけではなくてですねまだあります。 亀田三3兄弟の末っ子、亀田智樹選手、現在30歳になっておりますが、ベネズエラのヨンフレス・パレホという選手と戦ったようで、この対戦で勝てばですね、WBA 世界スーパーバンタム級の次期挑戦権、タイトルマッチがね、決まる大事な一戦で見事判定勝利いたしました。そしてこちらでラスト。 小昼巻孝之さんが主催する富裕層向けのエグゼグティブファイトに、今回2回目となる元光源氏の大沢みきおさんが登場いたしました。一度目は俳優の木下ホーカーさんに判定負けしまして、その後、木下さんは K1 の放送席にも呼ばれるという道につながっていったんですが、大沢みきおさん、今回も KO 負けとなり、初勝利を飾ることができませんでした。記事ではガラスの50代と占めておりました。 で、こちら、タケル選手のツイッターになります。年末まで1ヶ月も切って何も発表できてないこの現状が期待してくれているみんなに本当に申し訳ないし、SNS で毎日たくさんの意見をもらうけど、僕自身も悔しい気持ちしかない。その時が来たら必ず自分の口から正式発表します。もう少しだけ待っていてください。僕は戦えると信じていますと。で、ミスターアウトサイダーの慶之助さんがこの文章を引用リツイートして、誰が OK を出さないのか。 やってててくれれよとと投稿しししたところそれに対してタケル選手いいねをしております先日、那須川天心選手もどうして試合が決まらないんだとツイッターで絶叫しておりましたのでこれはガチで何も決まってないっぽいですねというか本人たちは何も聞かされてないっぽいですね。 そして先日、ライジンの煽り映像などを制作している佐藤大介さんがインスタライブをやり、そこに堀口京司選手がコメントで駆けつけ、いくつかやり取りがあったということで、私もね、動画探していたのですが、なくて、しかし、スクショされたものが1つだけツイッターで回ってきました。 佐藤大介さんが、今日時、解説席開けてるよと言った時の堀口教一選手の開始なんですが、もしかしたら帰れるかもしれませんと、はい。私たちもね、やっぱお出迎えしたいという気持ちがありますので、ここは一度日本に戻ってきていただきたいですね。年越しは日本で。 そして先ほどのチャールズ・オリベェイラ選手、略してチャルオリ選手ではないんですが、この略視会ではきっとトップを走っているであろう新竜誠選手、略して新竜誠選手ですね。はい、何なんでしょうかこの紹介の仕方は。ツイッターになります。柔術グラウンドインパクト2021青帯デビュー戦無事優勝できました。道義はやっぱり難しい身体能力でカバーしてるんで技術もしっかり勉強しますと。このような報告も上がっております。青帯って 白帯の次ですか、16歳以上だと白、青っていう感じだと思いますそして先日、椿原達也選手に勝利し、k 1フェザー級のチャンピオンとなった軍事タイ斗選手、ツイッターでチャンピオンになりましたと報告したところ、こちらも負けは武井良樹選手ぐらいかな、で、過去、軍事タイ斗選手にスーパーバンタム級時代にもね判定勝利している久村雅史選手がその文章を引用リツイートしまして、 俺ともっとおもろい試合しようや、チャンピオンとツイートしたところ、それに対して軍事タ大ト選手。もう55キロじゃねえからな。フィジカルちゃんとやっておけよ。最高の打ち合いしようよと。で、それに対して久村正史選手。何キロでも負けへんし、打ち合いはない。俺が打つだけ。取るべきもん取って、もっと強いやつと戦いたいから、K1 に見合わんチャンピオン引きずり下ろすだけと。それに対して軍事タ大ト選手。まず階級上げてから言え。 日がみにしか聞こえないね、まあ、俺とやるまで負けないように頑張れ、うぬぼれちゃんと、このようなやり取りもありました、最近コメント欄にキックの話題も増やしてくださいとつきましたので、気持ち増やすようにしておりますそして先日、ラーメン一蘭で替え玉を頼むも、それを忘れてスープを飲んでしまったヤーマン選手、続きましてこんなポカをしております。 減量期1周2 k ロの公園を5周してるんだけど最近は自分が今何周目なのか忘れちゃうから1時間タイマーセットして走ってるみんなも忘れるよねと、はい、でもこの何周目走っているかっていうのはねほんと分からなくなりますよね。 なんかいい手立てはないのでしょうかタイマーがいいのかだから。私も例えば、8周目でずっと8、8、8、8とかね、心の中で繰り返しているにもかかわらず、ふとした瞬間にそれが途切れると、あれ今何周目だっけみたいな、わからなくなってる時があります。俺もラーメンのスープ飲んじゃおうかな。そしてこちら、略視界ではやや中堅と言ってもいいんじゃないでしょうか。モハンドラゴン選手、略してモハドラ選手、ライジンへの参戦を自身の YouTube で、 アピールしており、中でも現在はコージ選手にターゲットを絞ったようで、コージ選手が先日、柴田さんに対してした1ラウンドボクシング、2ラウンドキック、3ラウンド MMA 音符、体重90キロ音符、もうこれでもええよという投稿を引用りツイートしまして、モハドラ選手、それでもやらなかったら私とやりましょう。原宿駅でばったり会った時に、あなたが私と戦いたいと言ったことを私は忘れてないよと、現在このような流れもできてきております。 はい。というわけで、本日は以上となります。途中言わせていただきましたが、昨日は風邪をひいてたんですが、めいっ子がどうしても100円均一にね、欲しいものがあるということで、一緒に行ったんですね。まあ、近所だったということもあり。でですね、レジで並んでいると、その後ろにですね、めいっ子は小学校1年生なんですが、それより小さいので、幼稚園児っぽいのかな。で、お母さんと一緒に並んでまして、で、お母さんが、最初何言ったかわかんなかったんですが、上の部分は、なんとかなんとかを、なんとかしなさいって言ったんですね。 そしたら、その幼稚園児の子がですね、マ、ま、マ、あまあ、なんとかしなさいっていう言い方やめてね。 でも、マスクしなさいはいいけどねって言ったんですよ。まあ、どういうことかと言いますと、なんとかしなさいっていう命令口調は良くないけど、マスクっていうのはしなきゃいけないものだから、その時だけはその命令口調を許してあげるわと、多分こういった意味合いで合ってると思うのですが、いや、めっちゃ混ぜてるなというふうに思いました。自分で考えたんならすごいんですが、きっとね、まあ家でお父さんとかお母さんが言ってるのを真似したんでしょうねというふうにも思いましたが、はい、高評価、チャンネル登録して通知をポチッとオンにして、また聞いてね。ねえ、ん ぎゃ、yeah!